今回の日帰りツーリングは、山梨県のほったらかし温泉です。でもそれだけじゃ、なんなんで、河口湖方面に足を伸ばしてみました。新清水パーキングエリアに、7時半、集合です。一面の静岡県ツーリング協会の重鎮4人に加え、見習い1名がタンデムで参加です。高速を降り、52号で向かいます。中部横断道の工事進捗があまり芳しくないのか、最近いつ通っても変化に気がつきません。
イクは左へ。なんかバイク用道路も舗装されていて、ほったらかしにはしていないようです。眺めのいい温泉の後は、美味しいお蕎麦をいただきました。割といろんなとこに気を配っている温泉でしたが、ほったらかしにされてる車もありました。この先、川口湖沿いを走ったら、湖畔の紅葉が絶景でした。
やばく逃さないなハッピードリンクショップも。なんかいつもありますね。バイクでもチャリでも釣りでも趣味割引が適用され250円でした。温泉からの紅葉を満喫し、今回のツーリングも気持ちよかったです。次はいつ行けるかなー。